普段こういう会話を、誰か周りの人とすることってみんなありますか？ストレートの人とはあんましないかもです。マイノリティの人とは、なんか結構、やっぱなんか類を友を呼ぶみたいな感じで、めっちゃわかる。結構なんか県とか地域とか超えて、そういう友達がいるので、そのなんか友達同士では結構するかもしれないです。私もなんか、ふみとめっちゃインスタで語り合ってた。めっちゃ喋ったよね。なんか、なかなかその、この人分かってくれるんだろうなとか、なんか、普通に友達でも、なんか、いつもワイワイする友達と、この人とは結構真面目な話もできるとか、その、友達の中でもなんかちょっとタイプがいろいろ違うから、なんか、この人とはなんかじっくり話せるなとか、この人は、話しても、なんか理解できるんだろうなとか、なんか分かってくれるんだろうなっていう、なんか思えないとなかなかそういう話題に持っていけないかな。なんか、あ、LGBT ね、みたいなのがすごい嫌ですね、僕は。なんかそうなった時にもう閉ざしちゃう。なんか、あ、じゃあもういいです、みたいな。で、結局やっぱり類は友を呼ぶじゃないけど、どうしてもセクシャルが同じ人とかになるかなっていう感じですか。やっぱその時点で共感が得られるっていうのはもうわかるので、なんか、やっぱ類友になってしまうっていうのはありますかね。制服のプロジェクトを生徒会で進めてた時は、いろんな人が応援してくれてました。セクシャル関係なく。全然友達が、私もなんか制服じゃなくて私服で行きたいとか、そのいろんな理由があるじゃないですか。制服への不満は。なので、その時は全然関係なくいろんな人が同意してくれてましたね。なんか周りにそういう理解してくれる人がいれば本当に心の支えになると思うけど、やっぱりもう一人でこう悩みを抱えちゃったりとか、もう誰にも相談できなくてっていう人がもう全国に、もう全世界にたくさんいると思うので、今日ね、こういった多分みんなの本音みたいなものを話してるこう動画を見るだけで結構救われる人ってめちゃめちゃたくさんいると思うので、本当になんか、感動しました。みんなの 意見を聞いてて。分かってくれる人がいるかいないかってすごく大きいと思すう。ごく大事。ただ、なんか、私は最近結構、SNS とかにも、レインボーフラッグの、そのプロフィールのところにレインボーフラッグつけたりして、私は、理解してあげられるよっていう、もしかしたらなんか、自分の友達の中でも、なんか悩んでる人もいるかもしれないし、なんか知りたいって思ってくれる人もいるかもしれないし、だからなんか直接は、直接アプローチはできないけど、なんか私っていうプラットフォームありますよっていう感じで、なんかプロフィールに書くようになりましたね。僕も最近プロフィールにレインボーフラッグつけましたよ。全くリリーさんと同じ考えで、僕を機に変わってくれる人がいいなっていうのもあって、つけました。あとなんかレインボーフラッグと、なんか自分がなんか他人に使ってほしいプロナウン、例えばああ、シーとかデイだったら、それをなんかどれで使ってほしいかっていうのもなんかプロフィールになんか私入れるようにして、なんかそうすることによって、なんだろう、前なんか読んだんですけど、その書くことによってもっとオープンになるっていうか、もっと、あなたはどんなプロナウンを使うのっていう質問をもっと簡単に聞けるようになれるような、まあオープンな社会っていうのかな、になれるから、まあそれをやっぱつけるっていうのも大事だなと思って最近つけたんですけど、なんかみんなにもやってほしいなと思って。うん、どっちもそなんれかこれ迷もあったらいいのか。ってて、なんか迷っててっていうのは、なんか自分が she her の方がいいのか they them の方がいいのか、なんか自分の中でわからないからまだ出てないんですけど、微妙ですね、そこは私の中で。でもなんかいろいろ調べてみたら、なんかどっちでもいいよみたいなオプションがあって、なんか she her だけじゃなくても、例えば she
スラッシュ they にしとけば she でも they でもいいよってことになるから、私はなんかそうしてるんですけど、まあ、なんかいろんなオプションがあるよって最近学んだので、もういいなと思って。いいですね。こんな感じでどんどん発信していきたいなって思います。みんなに事前にも伝えてたんですけど、Youth Pride Japan っていうものをちょっと作って、それでこうみんなで10代20代の人たちが同世代に対して発信していくようなプロジェクトを進めていきたいと思いますので、みんなで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。僕ユースプライドジャパンっていう響きすっごいいいなと思ってる。うん、なんか名前がかっこいい。うん、かっこいい。そう、なんかその初めてエンタメ局に言われた時にすごいあーって心が動いたなーって。うん、うん、てか逆に今までなかったんだっていう。確かに。なんかありそうなのに、やっぱ10代がっていうのがなかったんだろうね、きっと。うん、今ってやっぱこうやってソーシャルが発達してるから、やっぱり発信しやすい時代になったっていうのもあるのかなって思った、うんうんうん、小学生のなんか区のイベントなんだけど、知り合いやってるやつ で小学生の付き添いとして行ったので、一人黒人のハーフの子がいて、うん、なんか他の子とかからなんか外人みたいな、なんか声かけられてて、なんかうちずっと そのなんか小学生の会話聞いててずっとモヤモヤしてて、うん、でなんかその子にさっと話しかけに行って、なんか嫌じゃないのとか、なんかそれなんか言われてなんか嫌な気持ちになってないって聞いたら、なんかよく言われるから大丈夫って言われて、なんか慣れちゃってるのかと思って。慣れも慣れで怖いね、そう考えると。なんかそうやって埋もれていきたくないっていうのはすごいあるかな。なんか結構ゲイだと割となんか、まあ俺らゲイだしいいよなみたいな、なんか身内は身内で仲いいけど、なんかもう差別されてるのが暗黙の了解みたいな人も結構多くて、そのリリーの話もそうだけど、なんかそういうのをちょっとずつ減らしていきたいなっていうのはあるね。なんか、ハーフの人と話したのは、なんか私がその同性愛者っていうのを言った時、別にそれ自分にとっては普通だから変わらないことだし、何かあって変わるわけじゃないから普通に気にしてないんだけど、なんか逆に周りが気にするよねみたいなことを、なんかハーフの話した時に、それはセクシャリティの話だったんだけど、そしたら、あ、それって私がハーフっていうアイデンティティと同じかもしれないみたいなことを言われて、別に変わるわけじゃないから自分は気にしないけど、なんか周りから言われてちょっとなんか複雑に思うみたいな、そういう話になったことがある うん、私もなんかハーフなんだけど、やっぱりたまに電車乗るとめっちゃなんかほって見る人とかいるから、その時にたまにはっって思っちゃうけど、でも今はもうそれ生かしてもうじゃんじゃん見てよって感じだけど、なんかミーヤも結構ミックスっぽい顔してるから分かってるのかなと思ってたあーすごい言われるんだけど、普通に純ジャパなんですよね。ちょっと大きくないあれだよね、セクシャリティが謎メンバーが多いね、うん、ここだね。私、アンナしか分かんないよ。私もでも自分のことよく分かってないから、そういう意味では、あ、まあ、なんか考えてる感じ。うん、あ、そっか。なんか分かんないけど、なんか別に特に今のままで違和感は感じない。うん、かな。あれ、リリーはまだ考えてる感じ？私はね、でもなんか広い意味でクエスチョニングじゃない、うん、女の子って嫌なんだよね。いろいろそのセクシャリティとか考えていく中で、うん、なんか
女性としてなんか社会になんか女性に作り上げられたなって感じなの。なんか感覚。わかるかも。女の子らしくしなさいとか、女性としてのあり方みたいなのを教えられ、なんか別に女性で生きるつもりだけど、はいはいはい、あのさ、性自認とさ、あの表現したい性とさ、好きになる性ってさ、うん、違うじゃん。このなんか、うん、メーターみたいなのがあってさ、それが必ずしも全員なんか全部ストレートである必要はないなと思ってて、私性自認は普通にもう 100% 女性だけど、他は全然ブレてるから、多分そういうことでいいと思うよ。なんかさっきみーやさんがさっきさ、あの着たい服気持ちねって言ってたけど、うん、なんかね最近ね、なんか体型気にしてるからあれだけど、あのなんか気分で服選んでて、なんかあ今日は女の子っぽくしようとか、わかる、今日は男で行こうみたいな、うん、あの 今ね、あの成人式を目指してるから髪伸ばしてるけど、私、うん、ね、あの梅田さんの髪の毛や髪型やりたいんだよね。あれ、私めっちゃかっこいい。どう、ね、いいね。なぜなら表現したい。なぜなら三宅健がその髪型をしてたからです。なるほど。じゃあ見ようかな。これやりたいんだよね。